美大では彫刻の勉強をしていました。大学2年生の時に 3D プリンターの選択授業があったんですけど、そこでコンピューターを触る機会が増えました。その授業の中でパソコンをすごいよく使うようになったので、それからデジタルメディアを活用したアートにすごい興味を持ち始めました。それについて調べていくうちに、アートの世界でも AI が使われているっていうことを知って、 AI 技術にもとても興味を持ちました。でもその大学では学べないなと思いました。それから企業へ就職したかったっていうこともあって、学費面のことも考えて2年間で学べる専門学校へ進路変更することにしました。日本電子専門学校を選んだ理由は、就職率の高さ、それから先生方のサポートの手厚さです。学校の資料を見たときに内容が濃いカリキュラムだと感じたので、 AI システム科を選びました。1年生の前期に OCJP シルバーという資格を取得しました。放課後のオープン実習の時間に、授業以外の時間で先生がサポートしてくださったので問題なく取得できました。今は OCJP ゴールドという OCJP シルバーの一つ、ワンランク上の資格を目指して勉強しています。プログラミングどころかパソコンも全然使い慣れてなかったので、授業についていけるかすごい不安でした。でも AI システム科ではパソコンを一人一台貸与されるので、家でも予習復習ができるんですよね。それに先生方が一から丁寧に教えてくださるので、私は何もわからなかったんですけど、日々成長を感じながら今ではとても楽しく過ごせています。入学される方の多くは高校卒業してすぐの方が多いかと思うので、高校既卒で入学される方は様々な不安があるかと思います。特に私は全く違う分野から来たので、馴染めるかどうかなどすごい心配してたんですけど、先生方も友達のみんなも優しい方ばかりなので、すぐに馴染むことができました。それで不安はなくなりました。勉強嫌いだった私がとても楽しんで勉強できているので、この学校にとても感謝しています。